火の国はこの葉隠れの里、そこに里の長穂陰になることを夢見る少年、渦巻鳴門の姿があった。かつて里を襲った美獣九尾の妖狐をその身に宿すも、己にそなわる強き意志を持って成長の道をした柱。しかし 任界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が九尾を含む九体の美獣を回収船が、ため任界に対し宣戦を布告。海戦の炎が放たれた。再び放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。 渦巻きナルトはただまっすぐ新しき絆とともに叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するように数多の仲間たちは大地を蹴った。ナルト、 戦い続ける彼がために、この世界もはや意味はない。ここで下道を回すのだと。まさか、やつで始めるつもりか。ここから狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる暴風となりて、 臨界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。極限を超えた死闘が始まる。 世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。 現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。 ずっとその目を引っぺがしている。それであの警戒のをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくかな。待って、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る。そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手借りて眠るなんて真っ平ごめんなんだよ。やはり強いな。 ずっと引っかかっていることがある。引っかかっていたこと。まだ家庭の息が出ないが、奴の実装、俺の神は同じものかもしれない。なんだと。もし家庭の通り二つが同じ術なら、それを作り出す念を持ち、勝利は目前。掴んで見せろ。超えろ戦車 ヒルトラー！今こそ攻め時、攻めて攻めて奴を追い込むぞ。もらったってばよ。 影分身か。
限界のようだ、カカシ。まだだ。水のだ。少し遅い。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、やつの神の影消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。 お前は。